おはようございます。山形でも山さんです。ということで今回は林のゲストさん、今回で82人目になりますね。今回は前回に引き続き、オフ会の主催さんのシャレですね。二方の主催ということで、もう一方のシャレ、コンビで、ね、チーム組まれてる方で、お二方もすごいですね。ちょっとすごいです。ダイソンもナイソンも、すごかったです。とりあえず見てください。どうぞ。こんばんは。こんばんは。今回ハヤスのカスタムレビューをしていただきます哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんにお聞きしてるんですけども、お気に入りのカスタム紹介をお願いします。はい。毎週海へ行く車なんで、まあ家族で旅行とサーフィン行くように作った車です。何人で家族？そうです、4人で。あ、4人です、はい、でサーフィンみんなやられるんですか？そうです。4人ともですか？そうです。すごいな、いいな。で、いろんなとこ行って、はい、車中泊して、はい、っていう風にできるようにカスタムしてます。へえ、仲いいですね、4人でサーフィンいいですね、めっちゃ憧れます。はい、こんな車のお気に入り、そこが外装お気に入りありますね。そうですね、はい、今まで上げたり下げたり上げたり下げたりしてたんですけど、はい、やっぱ今はちょっとリフトアップして、はい、まあやっぱりいろんなとこ旅行行くんで、やっぱリフトアップしてる方が、そうですね、そうなんですね。そうですね、行きやすいのもありますし、はいはいはい、いろんなポイント、海行っても砂浜も入っていきますし、雪山も行きますし、はい、で一応リフトアップしてます。これは四駆なんですか？これ四駆です。はい、そうですよね。やっぱ雪や、その砂浜と雪行くなら四駆じゃないと実はあれやな。だから下げてた時期もあるんですけど、はい、やっぱり四駆で下げるのは限界があるので。ああ、そうですよね。はい、やっぱり旅行先で困るんで、やっぱりリフトアップしてます。はい。これエアロ関係はどんなんついてるんですか？今ちょっとリマイク中で、はい、今までバンパーガードやらついてたんですけど、はい、一旦外して、はい、今全部415コブラがついてます。ああ、415コブラ、はい、ボンネットもフロントスポイラーも、はい、オーバーフェンダーもリアスポイラーも415コブラ で、はい、でリアバンパーももう届くんですけど、はい、415コブラに今回全部しました。へえ、そうなんです。だからちょっとまだ出来上がって、今は出来上がってないんで、ね、はい、で今スタッドレス履いてるんで、ああ、ホイールもいつものやつやね。はい、みんなご存知かもしれないですけど、はい、この KTA カスタムってあるじゃないですか、はい、まあ、知ってますけど、はい、僕は知ってますけど、はい、どういう名のもとにこう生まれた？そうですね、僕名字が小林なんです、はい、で相棒のあっちゃん、あっちも小林なんです、はい、で二人とも小林なんですけども、はい、たまたま知り合って、はい、名前も一緒、車も一緒、はい、趣味も一緒と、はい、いうことで意気投合して、はい、で二人で作ったチームが、はい、小林哲也あっちの KTA という意味です、はい、たった2人なんですけど、いいですね。でもそれがいいですね。あんまり偶然のね、そうですね、出会いが。別にチームとして増やすつもりもないし、はいはいはい、まあまあ2人で仲良く、はい、いいですね、はい、やってる。有名な車両ですけど、はい、中ちょっといいですか？はい、どうぞ。おお、ちょっと見てくださいね。はい、すげえ、いろんなもんついてる。そうなんですよ。おお、これはテレビなんですか？アルパイン。これアルパインテレビです。へえ、テーブルついてて、これタブレットですか？そうです、それナビに、まあナビついてるんですけど、僕ナビタブレット派なんです。ああ、はい、すげえ、かっこいい。こんなんいいっすね。
タブレットかっこいいですね、こうやって角度つけて。やっぱ見やすいんで、タブレットのやつ。ああ、色とかね、はい、そうっすよね、色味がね。黒い感じですね、中は。そうです、ね、あ、しかもレカロスで。このメッシュのタイプのヘッドのかっこいいですよね、はい、僕も好きです。ほんでこれはファイヤー TV がついたら。そうですね、あのビデオ類すべて見れるようになってます。ほんならこの、あ、そっか、タブレットとかも全部、そっか、もうネットにつながってるような状態です。タブレットはもう別体にしてるんで。ああ、別なんですね。そうですね。ああ、ほんならこれ旅行しながら、ね、このいろんな、まあ、YouTube とか Netflix とか見れる状態なんですね。旅行先で見れるように、これ後ろで、これがいかつですよね。そうですね、テレビと、で、ベッドにもテレビ。あ、ほんまや、すげえ。子供が寝ながら見る、うん、はい。これはええわ。で、サブバッテリーと、はい、まあ、冷蔵庫。冷蔵庫ですよね、これ。で最近仕様変更して、はい、ヨギボを入れて、ああ、もうほんま、そうですね。でこのスペースでテーブル出して、はいはいはい、4人でご飯食べたり、はいはいはい、いいですね。いいですね、もういいですね、もう、ね、やっぱくつろげる家族の家ですね。どうしてもあの毎週末車中泊してるんで、うんうんうん、はい、家族も仲いいし素晴らしいですね。いいわ、憧れるね。僕なろうなんですけど、やっぱこのでかいのもいいですね。そうですね、やっぱスパロンの一番いいとこ、やっぱこの広さなので、ね、それを最大限使えるというのが一番、ねね、だからもっとおしゃれにとかもいっぱい考えたんですけど、うん、はいはい、うちはもうほんま毎週行くんで、うん、まあ、もう実用居心地よくね。そうですね、もうリビングを、家のリビングをそのまま持って、ね、再現したみたいな、うん、っていう感じで、あのくつろげるようにして、はいはい、だからもうそんなにおしゃれじゃないですけども、まあまあ、あの家族では使いやすい仕様になってます、うんうん、いいですね、ほんまいいと思います。サーファー仕様。そうですね、だからもう子供のおもちゃが乗ってたり、ああ、ほんまっすね、サーフィンの板が乗ってたり、ウエットが吸ってあったり、ね、レンジも置いてる。レンジですか。電子レンジです ね、はい、これはすごいわ。スパロンがちょっと押しになりますね。であとは温水シャワーがついてる、ね、ああ、やっぱサーファーいりますよね、それはね。冬場も行くんで。ね。勉強になります。同じメイク中で、はい、ケツが今日45コブラのリアスホイラーつけたところ。はい。あ、これですか。はい。これ新しいやつかなんかなんですか、僕は面白い。いいですね。スムージングされてるような感じ、ね。スムージングされ、ね、されてます。ね。はい。ワイパーのウォッシャーノズルもあのハイマウントも埋めてある。ね、はい。後ろはシンプルな感じで決まってて。そうですね。ね、もうとりあえず次は一旦シンプルに。うん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 。ね。サラッとした感じで、そうですね、いいですね。もうごちゃごちゃをやめようかな、うんうんうん、一回みんなね、一番初めはいろいろつけたくなるんですよね。もう散々やったんで、ね、一旦シンプルにしようかな、うんうんうん、かっこいいです。シンプルがやっぱかっこいいね。かっこいいですね。こんな感じでよろしいですかね。はい、はい、ありがとうございました。うん、またお願いします。はい、ありがとうございます。
高評価、チャンネル登録もお願いします。ひやまかんチャンネルではハイス動画以外のラーメン動画、料理動画、キャンプ動画、探偵依頼、エンタメ、歌などいろいろやってます。これからもよろしくお願いします。ひやまかんチャンネルオリジナルソングも聞いてね。よろしくお願いします。それではこの辺でバイ。